ヒマラヤンは北アメリカとイギリスを原産国とする猫の一種。1924年ペルシャとシャムの一種交配により作られた。色模様がヒマラヤウサギに似ているのでヒマラヤンと名付けられたとされる。超猛種で目の色はブルーの一色。ブルーライラックシールチョコレートフレームクリームなどの毛色が存在する。ヒマラヤンの歴史はスウェーデンの研究者がペルシャに ポインテッドの特性を付加させようと考えたことに橋を発する。1930年代にはその研究がイギリス、アメリカに引き継がれ、1935年にアメリカでペルシャとシャムの後輩からポインテッドの特性を持ちつつ、ペルシャの面影を残す個体の開発に初めて成功した。デビュータントと名付けられたこの個体がヒマラヤンの原型である。デビュータントは 現在のヒマラヤンの体型より、シャムのそれに近くヒマラヤンとしてチャンピオンシップの称号を得るまでイギリスで1955年、アメリカで1957年と誕生後もまだしばらくの時間を要した。ペルシャの温和な性格を強く引き継ぎ、物静かでわがままや神経質なそぶりを見せることもあまりない。高いところに登ったり、大きな声で泣くようなこともほとんどない。 日本と世界の猫のカタログ 96ISBN44 億1504万829ページ52ヒマラヤンありがとうございます